今回は第20代天皇、安康天皇について解説するぜ。一体どんな人物なの？安康天皇は前天皇の院陽天皇の第二皇子で、アナホノスメラミコトという名前があるんだぜ。随分短い名前なのね。彼は有役天皇の妃探しがうまくいっていないのを見て、久坂の旗姫の姫巫子と結婚させようと考えたんだぜ。そこで姫の兄の大久坂の巫子の意見を聞くため、根の海を派遣、大久坂の巫子はとても喜び宝を渡したんだぜ。根の海はその宝を盗み、天皇には縁談を断られたと報告。天皇は大久坂の巫子を中殺、大久坂の巫子の妻を妃にするんだぜ。この流れからどうしてそうなるのかしら。その後皇后の連れ子だった、7歳の眉輪の大君の復讐で暗殺されるんだぜ。暗殺された最初の天皇ってわけね。当時の中国の歴史書に登場する、和の王の一人、和王公と同一人物とされており、当時の中国の皇帝から、安東将軍は国王に任命されるぜ。